CPU クーラーの交換と CPU ブーストのビデオを前回紹介しました。 CPU 性能が 40% 以上も向上しましたが、発熱が気になります。これではエアコンなしに暑い夏が過ごせません。また発熱で性能低下してないかも気になります。そこでケースファンを増設してみました。こちらが増設後のケースファンです。使ってるケースはサーマルテイクのバーサ H17 です。ファン増設前と増設後のエアーフローです。上は14センチファンとし、 CPU ファンの方向も後ろ向きから上向きに変えました。この14センチファンは CPU 温度に連動して回転数が変わります。その他の12センチファンはマザーボード温度に連動させてます。グラフィックボードの温度も気になるからです。シネベンチ R23 を走らせて温度を比較してみました。増設前と比べて増設後は10度程度 CPU 温度が下がりました。増設前と増設後のベンチマークスコアの比較です。室温25度では増設前でも速度低下はなかったようです。アップヒアの 12cm ファンを買いました。3個入りで1個約500円と格安です。ネジと除振ゴムも入ってます。一応 PWM 制御です。ゴムを取り付けます。このケースの前面には3機の12センチファンが取り付けできます。この12センチファンですが安いだけあって、中速度以上でかなりうるさいです。後で BIOS 設定の速度調整で改善してます。 CPU ファンの方向を変更するためにCPU クーラーを取り外します。ファン方向を変更した理由は、より強力な14センチファンでケース外に排熱させるためです。今回購入したグリスです。中央にグリスを一点盛りしてます。ネジを交互に締め付けます。CPU ファンを取り付けます。 CPU クーラーをこの方向で取り付けるとメモリー交換が面倒になります。メモリーを交換するためには CPU クーラーを外すことになります。14センチファンです。フラクタルデザイン製で、これ1個が12ファン3個より高いです。ケースの上に取り付けていきます。
12センチファンはマザーボード温度が60度になるまで低速で回しています。CPU ファンはスタンダードにしています。14センチファンもスタンダードにして CPU 温度に連動させてます。その他の12センチファンはマザーボード温度に連動させます。待機時のファン回転数を表示してます。これぐらいなら静かです。ケースファンを増設してシネベンチ R23 を走らせてみます。前回と同様、1回のスコアと10分間のスコアを計測しています。スコア自体の改善は見られませんでした。サーマルスロットリングは起こってなかったようです。CPU 温度の方は10度近く下がりました。ファン増設前は最高温度で94度だったのが84度になってます。94度はグラボにも負荷のかかるゲームなどをした場合、かなり危険な温度でした。またケースファンの増設は、CPU の排熱から高価なグラボを守る意味もあります。これで暑い夏もなんとか過ごせそうです。よろしかったらチャンネル登録お願いします。